こと藤島さんにですね、古代史の時間軸、前回やった古代史の時間軸の後半ということで、急遽ですね、ライブが決まりましたんで、配信させていただいています。はい、それでは今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい。上津海研究家の藤島博隆と申します。はい。前回はですね、古代史研究される方々、時間軸という観念が欠如しているんじゃないかという問題提起させていただきました。皆さん、いろんな人がいろんな説を出してきてるんだけど、どう考えても時間軸が噛み合ってないなと。だから古代史を語る上では時間軸というのが非常に重要だということが分かってきまして、それを誰もやってないという問題提起をさせていただいたんですね。で、その問題提起に従って、じゃあ藤島の考える時間軸とは一体何なんだというですね、今日は各論のお話をさせていただきたいと思います。ということで、横山さん、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、これは結構革新的な取り組みですね。そうなの。誰もやらなかった作業だと思うんですよね。そうですね。うん。天孫降臨があったとして、それはいつの時代のことなのという話ですよね。で、昨日ちょうど吉野先生が来てて、講演会やってたんですけども、ええ、その、シュメール文明の話から始まったんですね。うん、うん。で、シュメール文明のアヌンナキも、やっぱり天から来たものということで、うん、それが文明を発展させたので、まさしくそれ天孫降臨とダブるなと思って。ダブってるんですよ。だから要するに同一視されてる。はい。はるか超古代に起こった、まあ、宇宙人がやってきた出来事と、二人組ことが九州やってきた出来事が一緒になっちゃってるんですよね。うん。だからそこに時間軸を置いてみると全然時期が違うっていうのが分かると思います。はい。そういう意味でね、僕は一番最初に文明のこの地球上に人類が作った文明というものが登場するとしたら、それがですね、この資料をご覧ください。一番最初にある紀元前1450年。はい。これは何かというとですね、この本から来てるんです。この本。あ、見えないか。あー、うん、女神の指紋ですね。そう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 。グラハム・ハンコック。うんうん。この人は何やったかちょっとピラミッドに関してですね、ものすごい科学的な考察して、まあ、上下2巻にまとめてるんですね。はい。特にエジプトのギザのクフ王のピラミッド、あれがですね、絶対人間で作れねえはずだと、あんなもの。はい。誰が作ったんだろうということで科学的に徹底的に考察した結果、はい、結論がこの BC1450 年という数字なんですよ。はい。うん、で、彼曰くこれ作ったの人類じゃないと、うん、人類はこんな高等なもの作れないと。はい。それで後にね、エジプトにずっと後になってから、ここ BC3200 年になって初めてエジプト文明というのが、要するに人間による文明が始まります。はい。で、古代エジプト人がヒエログリフを使用していたというのが分かってきまして、その後エジプトに第一王朝というのが出てきます。うん。うん、だからこれがエジプト文明の始まりだと考えられてる。特にエジプト人はそう信じ込んでるんだけど、はい、それよりはるか以前にピラミッドだけは別の人によって作られてるんだと。ああ、それはやっぱり僕もそう思っていて、うんうん、そのシュメール以降がホモサピエンスの最終形態になってきて、うん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 、それ以前というのはホモサピエンスではない、うん、種族っていうか生命体が文明を築いてたというふうに僕も思ってます。うんうんうん。まあ、私の解釈はちょっと違ってて、ね、まあ、はい、私の解釈ですよ、うん、要するに地球外生命体がやってきてですね、うん、あそこのギザのピラミッドというのを建設するんですよ。はい。同時に人類改造計画というのが発動されてですね、うん、要するに DNA をいじり始めるわけです。はい。それで出来上がった人類というのは2種類あって、うん、その西洋人と東洋人なんですよ。はい。で、西洋人がホモサピエンスの進化、要するにホモサピエンスの DNA をいじってさらに進化された改良型。はい。で、東洋人というのはネアンデルタール人がベースで、そこから DNA 改変されてんじゃないかと。そのコロナで
最近抗体があるのもネアンテルタ人の DNA で言ってますよね。そうそうそう。だからその日本人の血液型って A 型の人が多いですよね。はい。逆に西洋人って O 型の人が多いんですよ。はい。うん。B 型ってどういうことなんですか？え？ B 型はどういうことなんですかね。だからその、なん中間形態が B 型ですよね。ああ。うん。これ BC1450 年っていうのはグラハム・ハンコックはどういう結論で出した数字なんですか？ね、一番の決定的な根拠はそのスフィンクスって像がありますよね。はい。第4のこの座ってるようなスフィンクスの像、はい、あれを調べたらですね、雨によって浸食されたその痕跡がこう縦に入ってるって言うんですよ。はい。要するに雨でずぶ濡れになってどんどん削られていったはずだと。はい。それでじゃあそのエジプトに雨がザーザー降ってたのいつ頃なんだという、そこから始まってるんですね。その BC1450 年以前に、うん、日本のその日本の超古代ピラミッドっていうのが、うん、まあ、堺勝時の時代ですけど、まあ、大体その紀元前2万年ぐらいじゃないかというふうには言ってたんですけども、うん、そこら辺は、まあ、グラハム・ハンコックは日本のピラミッドとか見てないですから分かんないと思うんですけど、まあ、日本のピラミッドの方が古いかもしれない私もそのピラミッドの年代検証したわけじゃない。ただ言えてるのは、日本とこう西洋に2つの文明が降りたんだってことですよね。そうです、うん、あ、うん、まあ、その時代って国境がなかったですよね。そう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 、うん、うん、それでね、あの縄文海進とかいう、あの主張する方がよくいらっしゃるんですよ。はい。要するに昔は海がもっと浅かったんで、あ、大陸が陸続きだったんだと。はい。で、私も調べたんですけど、まさにこの紀元前1万年ぐらいのこの時期が、うん、海が一番浅くてですね、確かにその今の台湾とか沖縄つながってた可能性高いんですよね。海底の遺跡がすごい多いですよね、世界に。うん、だから与那国の海底遺跡なんかも、あの海上に露出してた可能性が高いですよね。そうですね、うん、長崎とか沖ノ島の方も海底遺跡が結構あるって言って、うん、うん、まあこの辺はね、本当にあの私がグラハム・ハンコックに感化されてこういう説取ってるんだけど、まあいろんな考え方があるし、これからもっと面白い証拠が出てくると思います。はい。だからさらにといきましょう、超古代はあんまり議論してもね。そうですね、分かんないですからね、結局。そうそうそう、はい。でね、このじゃあその宇宙人が降りてきて DNA 改変した結果何ができたかっていうのは、これがですね分かってきたんですよ。はい。なんとね、1万年前、その資料にありますよね、はい、BC1 年万年前、紀元前1万年ってことですね。そうそう、紀元前1万年、そうすると1万2000年前。あ、そうそう、今から1万2000年前。はい。はい。2つの、日本固有の DNA が登場するんですよ。はい。まず、鹿児島地方に M7A、前回も言いましたよね。M7A というハプログループを持った縄文人が誕生。はい。同時に、東北地方に NQB という DNA を持った縄文人が誕生。この2つが初期縄文人だと言われてるんですよ。いきなり突発的に M7A と NQB は突発的に発生したんですか？そうなんです。どこから来たか分かんないんですよ。というのは、その日本でしか発見されてないんで。これのベースとなるのは、うん、原人なんですか？ホモサピエンスからだん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 分かれてきてこれになったと言われてますけど。ホモサピエンスから分かれてきたと言われてるけど、今の DNA 学科は嘘ばっかりだから。わかんないですよね。突発的にそれが現れたのか、うん、何らかの生物が。理由がないんです。他の土地には一切痕跡が残ってなくて、日本だけから発見されるんで。突発的にですね。うんうんうん、それが1万年前の化石っていうか、骨からですね。骨から出てきちゃったんです。ああ。なんで、うん、いつぐらい出てきたんですか？で、つい最近 NHK のテレビでやってましたよ。最近出たんですか？うん。しかもね、これが M7A というのが鹿児島県の上野原遺跡というところから出てきたその人骨。はい。
の DNA が M7A なんですよ。はい。それで一方 NQB っていうのはどうも北方系の民族らしいというところまで分かってるけど、ちょっと詳細に私も分かりません。はい。でね、これを神話と比較するとですね、日本の中には船渡の神、荒はがきの神っていうのをご存知ですかね。はい、聞いたことあります。うん、古代縄文人が信仰していたという二大神様、まあ、船渡神が男性神で、はい、荒はがき神が女性神、この二人は夫婦であろうというのが定説なんですけど、どうもさ、その M7A が鹿児島の上野原遺跡に住んでいた人たちだとすると、はい、上津文の中にそのヒントがあるんですよ。はい。うん、もともとだからね、サルタヒコ族なんですよ。南方からやってきたとされる。NQB がですか？ M7A がです。M7A の方がサルタヒコ系。うん。うん、で、はい、サルタヒコは炭焼きが得意だったと。はい。それで、この鹿児島の上野原遺跡からできてきた M7A って人たちも、炭焼きとまでいかなくても、要するに縦穴にですね、釜を作るのが得意だった。で、その釜を使ってですね、肉を燻製にしたりして食べてたらしいんですよ。はい。うん。ということは、その釜のことをかまどと呼んで、かまどの神様が船渡神であろうと。うん。船渡の神。つながってきません？はい。だから、南方の M7A が信仰してたのが船渡神だとすると、北方の NQB が信仰してたのが荒はばき神で、この2つの神様は別物じゃないかと思うんですね。はい。で、ちなみに荒はばき神のその偶像、それを偶像化したものが社交土偶って言われる、あの目が宇宙人みたいな、ほら、ああ、ずんぐりした出てくる土偶ですね。土偶があるじゃないですか。はい、はいはい、あれがまさにその地球外生命体、うん、を再現してんじゃないかと思います。あくまでも思うだけどね。地球外生命体っていうのはグラハム・ハンコックもそれを言ってるんですね。いや、彼は言ってないです。ない、ね、あ、言ってはない、うん、ただし絶対日本人は作れないというのを証明してるんです、科学的に。さあ誰でしょうね、考えましょうということで、宇宙人なんて一言も出てこないですよ。はい。でも結論から言うと、人類に作れないんだそしたら誰が作れるんだって言ったら、もう人類以外ですよね、うん、でもそのアトランティスの時にやっぱムーとかレムリアとかっていう時にはかなりこう高度な文明があったっていうなんかイメージがあるじゃないですか、はいはいはい、そういう時代のイメージの文明というのは、うん、なんか現代をはるかに超越しててもおかしくないのかなと思っていて。いや、そうですよ。うん、何万年も続いていたとしたらですね、うん、いや続いてないと思うんですよ、うん、私の説ですけど、その地球外生命体の皆さんは目的が終わったら帰っちゃったんですよ。あ、自分たちの痕跡を消して、はい、だからその唯一の何ヒントと手がかりとしてピラミッドを残していった。将来これを人類が読み解いてですね、うん、どこからやってきた何者かがここにピラミッドを作っておいたんだということを証明してほしいと。だからね、このグラハム・ハンコック氏のもう一つの発見は、はい、そのギザのピラミッド、3つのピラミッド並んでますよね。クフ王とメンカウラーと何だったっけ、はい、その、はい、3つのピラミッドが正確にオリオン座の中心にある3つの星の大きさと、はい、配置、はい、緯度、角度、すべてが一致するというんですよ、はい、要するにあの3つのピラミッドはそのオリオン座の3つの星座を表していると、うんうん、ということはあの辺からやってきた人たちのことを言ってんじゃないかなと、うん、まあ示唆してますよね、この人は。はい、断定はしてませんけど、うん、だからその人たちがやってきて、その唯一の証拠としてピラミッドだけは残すんですけど、うん、その他の証拠を全部持ち帰っちゃった可能性が高いですよね。だからあの横山さんもこの間言ってた超巨大人類の骨、はい、もしかしたらその地球外生命体の骨かもしれないけど、うん、ほとんどはもう回収されて
持ち帰ってたんじゃないでしょうか。うん、聖書に出てくるネフィリムですね。あ、それそれそれ、はい、でその人たちが作ったあの、まあ、当時としては新人類がこの2つの M7A と M9B だと、はい、私は考えてます、はい、でこの人たちの時代はかなり長く続きましたと、約5000年間繁栄してたと言えますよね。長いですね、うん、あ、それでね、この間あれ見た、やりすぎ都市伝説の、はい、あのなんだっけ、信じるか信じないか、あなた、あ、見てないんですよ。いや、すげえこと言ってましたよ、はい、要するにこのコロナは、まあ、神々がですね、うん、まあ、宇宙人が人間に DNA 改変を施して、はい、何かの壮大な実験を行ってるんだと。それは以前にも僕聞いたことある説で、うんうんうん、もし人間の DNA をいじるとしたらどういうふうにするかって言ったら、ウイルスばらまくのが一番早いっていう結論が出てるんですよね。だから彼ら外からじっと見てんじゃないかと、人類が何を始めるか、うん、要するに DNA 改変された新しい人類たちが何を始めるかじっと見てて、はい、うん、で最後にあの関さんが不思議なこと言ってますよね。人間が何に喜びを感じるかを吸収するため、データ取るため、うんうん、ためにじっと見てるみたいな、うん、まあそれ以上追求しませんが、はい、まあそういう歴史感覚もあるかもしれない、歴史感もあるかもしれない、うん、とにかくこの辺はまあ証拠のない世界なんで、はい、証拠の決定的な、この間も話しました BC5300 年のお話からいきましょう、はい、ここで機械カルデラという海底火山が大爆発を起こします、はい、で九州全土壊滅、だいたいこの辺で、火山灰が1メートルぐらい積もることによってですね、植物が全然育たなくなります九州は、はい、うん、で先ほどのない M7A 縄文人が世界中へ逃げてった痕跡がしっかり残されてるんですよ、はい、でここその、うん、先ほど鹿児島の上野原遺跡にいたはずの人たちが、はい、青森県の三内丸山遺跡に逃げて全く同じ DNA が発見されてるんですよ、はい、うん、だからこの M7A と呼ばれる人たちがその日本中にガーッと逃げていくことによって縄文文明という新しい時代がスタートするんじゃないかと、はい、それまでは M7A と N9B、うん、要するに日本人にとって重大な2つの民族が出会うことがなかったんだけど、はい、多分これがどっかで合流したんだと思いますよ、これをもって私はイザナギイザナミ王朝の誕生と考えてもよいんじゃないかなと、はい、すごいこじつけ、うん、こじつけですけどね。まあでもその過程が大事ですよね、まず。うんうんうん。はい。うん、それでね、あの、イザナギイザナミ王朝、カッコ白山って書きましたけど、はい、これは出典資料がはっきりありまして、あの、徐福が残した宮下文書、はい、富士宮下文書とも言いますけど、はい、その人たちの記述を参考にしてもらってます。あの白山ですから今のどこだろうな、俺もよく知らない、多分新潟とか福井とかあの辺に白山って山があるじゃないですか。なんかあの白山の聖地というと北朝鮮の、うん、白頭山でしたっけ、はい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 、あそこのこともなんか言ってますよね。逆に北朝鮮が真似したんじゃないの。真似したんですかね、うん、うん、ペクトさんみたいな感じで日本の白山信仰を持っていったんじゃないでしょうか。だから白山に祀られてるのはくくり姫だと呼ばれてますけど、はい、実はその富士宮下文書によるとイザナミのことなんですよと、白山姫というのはイザナミのことなんですよと、うん、というのはね、ジョフコちゃんのすごい歴史オタクで、はい、日本のこと徹底的に調べてますし、その当時あった古文書をもとに記述してるんで、はい、多分この辺は間違いないと思います、うん、それで、日本にはその九州が全滅したことによってその白山王朝というのができますと、はい、で時期を同じくしてですね、この先あの前回も言いました、見てください、世界各地に文明が続々と誕生していくんですよ、はい、こっからラッシュですね。そうそう、文明ラッシュと言ってもいい。ただし最初のほら紀元BC5000 年、
に黄河文明が発展して登場したというのはね、これ学会でも最近問題視され始めてるんですよ。また中国人独特のね、はい、要するに膨らましてんじゃないのと、うんうん、まあ黄河文明と呼ばれる決定的なものなく、てあちこちにその遺跡と農業した痕跡が出てくるってだけで、それをもって文明と呼べるかどうか分かんないんですよね。文明の定義というのは、うん、医療とか、なんかそういうある一定水準の技術レベルを文明と呼ぶんですよね、うん、バランスよく。そうそうそう、まあ一番分かりやすいのは文字ですよね。文字が出てきたっていうのは、文字だけが出たら文明と呼べるんですか。いや逆に文字もないところにさ、医療があってもそれを伝える、うん、要するにみんなにこう知らしていくということができないじゃないですか。もう言葉はあったかもしれないけど、はい、うん、阿蘇の押戸石でシュメール文字が刻まれてる岩があるじゃないですか、うんうんうん、あれなんかは、ね、シュメールより前のくさび型文字が書かれてるってことだと思うんですけどね、うん、だからそれちょっとまあ 先読みしちゃいますとね、エムナナエ縄文人が世界中に散っていくんですよ、はい、でシュメールに行ってシュメール文明作ると、うんうん、その人たちの後に里帰りしてくるんですよ、特に九州。あ、うん、それで里帰りした後、あそこの押戸石にシュメール文字刻んだって可能性ありますよね。まあ後か、はい、行く前に書いてあるかしね、くさび型文字使っていたか、うん、うん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 、まあ、くさび型文字に限らず豊国文字がそのヒエログリフだ、そっくりだって言われてますよね。ああ、そうです、ね、BC3200、はい、エジプト文明、古代エジプト人がヒエログリフを使用、はい、このくらいになってやっとヒエログリフが出てくるんですよね、はい、ということは豊国文字の方が先だったかもしれないんですよ。先だったということは BC3200 年前よりも前に豊国文字使ってたんですか。可能性ありますよね。でもそれはもう BC3200 年前っていうのはウガヤフケアズ始まってないんですよね。始まってないです。始まってない。現存降臨してない時に、うん、豊国文字が存在していた、うん、豊国文字になる原型ですかね。そうそう、原型は多分あの流体文字、流体文字はなんか あれなんかアルファベットとかあって、うん、どうなんだろうなと思うんですけど、いやあれこそ研究ほとんど進んでないのでよく分かってないんだけど、多分ね一番最初に地球外生命体の文明持ってきたとすると向こうの文字持ってきてるはずなんですよ、うん、はい、その時に持ってきたのが神代文字じゃないかと思います。うーん、それが世界に広がってっていろんな形の変形ができてくるのね、はい、それが漢字になったりヒエログリフになったりするんだけど、はい、大元は一つだった可能性ありますよね。うーん、うん、そういう意味でね、中国のじゃあ漢字はいつできたかの、ちょっと BC1350 年なんですよ。要するに甲骨文字、うん、甲骨文字というのが発見されて初めて漢字がのそれが原型だなっていうのが分かったんで、はい、中国ってだいぶ孵化してんじゃないの、文明の。そうですね、うん、まあそういう国民性がありますからね、うん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 、それでですね、ここの BC2600 のところ、ストーンヘンジの建設ってあるじゃないですか、はい、これがすごい重要なんですよ、はい、この間あの多分 BBC の番組だったと思うんだけど、はい、このストーンヘンジ作った人たちのことを取り上げててですね、あ、はい、うんうん、要するにアジア人だったんですよね、ストーンヘンジ作ったのは、うん、はい、ここに書いてあるようにケルト系ブリトン人、はい、その遺伝子を分析したらアジア系の人種だったらしいんですよ、はい、この人たちがストーンヘンジ作ったにもかかわらず、うん、そのブリテン島から、はい、ビーカー人という異民族の侵略を受けてですね、世界中に逃げていなくなるんですよ。それがちょっと白人っぽい感じの凶暴の姿勢のある民族。あ、そう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 、ブリトン、あ、ビーカー人っていうのは凶暴な人たち、うん、白人でしたよね。そう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 、うん、その人たちを追い出したみたいな、はい、なんで、それでその人たちが流れ着いたのがどうも佐賀じゃないかと私は考えてるんですけどね。その人種がやっぱアジア系と白人系で分かれてるっていうのは、さっきの M7A とか N9B とかは関係なしに、そこまで詳細に発表されてないんですけど、
分かんないですよね。アジア系人種の DNA が発見されたとその番組を伝えてました。アジア系と、うん、その白人系東洋系っていうのは、うん、西洋系と東洋系っていうのは明らかになんか人間のベースが違うんですね、うんうん、で特に日本人はまたその中で特殊みたいな、うんうん、まあ、ということでこういう世界に四大文明が起こっている間日本では何が起こっているかって言ったらこの右側の枠見てください、はい、要するに船渡の神が三内丸山遺跡にまで逃げることによってですね日本中にこう文明が縄文文明が伝播していくんですよ、はい、で最初に白山にできたのがイザナギイザナミ王朝、はい、でこの次大昼メムジ王朝って書いてますよね、はい、これあえて私アマテラスのことなんですが、飛騨高山ではアマテラスのことを大昼メムジって方がやってたんじゃないかなと、やってた、はい、ちょっとあの分かりにくいかと思いますけど、要するに太陽神というのは太陽ですから地上には降りてこれませんよね、はい、その太陽の神様の声を聞くことができる女王様、うん、それが大昼メムジという名前で、それがアマテラスと同化されたんだと思います。卑弥呼ですね。そうそうそう。で、この時代は大昼メムジって方が飛騨、はい、高山にいらっしゃったと思います。うん、はい。これは飛騨高山王朝を伝えるですね、飛騨の皇妃という伝承があるんですよ。はい。この人たちが詳細に伝えますので、ぜひそちらの方お読みください。はい。うん。おいで。そこからですね、出雲王朝というのは実は王朝ではなくて、その飛騨高山王朝の分国であったと彼ら言ってるんですね。はい。分国というか支店というか。はい。で、その分国の代官として、その大国主を置いたんだけど、こいつがもうだらしのない女にだらしなくてですね、はい。たびたび反乱を企てやがったと。はい。と、飛騨高山王朝は伝えてます。それで結局ね、後にこの飛騨高山王朝と出雲王朝が対立することになります。はい。はいはい。で、その次の枠に移りましょうか。BC1000 年になるとですね、九州移住時代の幕開けと。はい。なぜこういうタイトルにしたかというと、それまで九州は焼け野原。誰も住めない無人地帯が4000年間続いたんですよ。長いですね、うん、はい、紀元前1000年になって初めて、人が住めるようになったんです、はい、で人が住めるようになっただけじゃなくておそらく豊かなその火山灰のもたらしたそのミネラルのおかげですごい豊かで豊穣な大地が出来上がっちゃったと思うんですよ。ああ、それで逆にですね、逆に豊かな大地になったんですね。そうそう、その頃逆にね、こっち側に書きましたけど東北地方は寒冷化に襲われてるんですよ、はい、だからその白山王朝飛騨高山王朝実際にあったとすると、はい、ほとんどもう作物が取れないような寒い気候に襲われて、うん、これは南に逃げるしかないと逆に、はい、南下を始めたわけです、はい、うん、九州がいいと、九州あったかくてなんかうまいもいっぱいできてるらしいぞと、あっちに、うん、みんな集結ということで一斉に九州に目指して移住が始まります、はい、ところがそこの過程で飛騨高山王朝と出雲王朝が対立しちゃうんですよ、うん、どっちが九州を争うか、多分ね出雲王朝の大国主が抜け駆けして、はい、先に九州占領しちゃったんでしょうね。だから飛騨高山王朝怒ったんだと思いますよ。お前何やってんだと、はい、俺たちの属国のくせに勝手にやんじゃねえと、うん、そんなね抜け駆けするんだったら返せと、はい、で大国主に迫ります。それでその大国主が分かりましたごめんなさいって言って国を返すことになったのが稲佐の浜の国譲りであると。うん、うん、だからその日向族と出雲族の対立じゃなくてですね、飛騨高山族と出雲族の対立だったんですね、はい、ここまでは、はい、だから日向族っていうのはまだできてませんこの頃、うんうん、でじゃあ九州はいろんな民族を押し寄せてですね、そこ書いてますね BC900 年、はい、おそらく
九州には姫方姫王朝、ここ注目ですよ。姫方姫というのはさっき出てきた、はい、大ヒルメムジとは別人ですよ、うん、別人のアマテラスの王朝、そうアマテラスの声を下ろすことができる姫方姫という方が九州にはいらっしゃった。これ卑弥呼確定ですよね。卑弥呼の話はそれこそ時代錯誤、ほらこの辺ですよ。いや、そのアマテラスのオロス巫女というのが卑弥呼ですよね。あ、そうだから歴代姫巫女というのは、はい、何人もいたし、何代も続いたし、だから最初に出てきたのが大ヒルメムシ、うん、何代目かの卑弥呼ということですね。そうそれが飛騨高山に行ったり九州に行ったりっていうのが、うん、ちょっと争いのもとになったりするんですかね、どこに置くかっていうので。多分全く 別民族だと思います。だから日向族の中にも日の神の声を下ろせる巫女さんがいたし、飛騨高山族の中にもいたし、はい、お互いにそれアマテラスのことだと言い張ってるんで、多分時代も違うし別人だと思います、はい、うん、それでね、スサノオというのもね、またこれ出雲の人だという人多いんですけど、はい、実はこれ日向族なんですよね。だってアマテラスとスサノオ兄弟だって言ってるじゃないですか、はい、うん、しかも上津海によると、あの鹿児島県の霧島に降臨して、うん、そこから北上してこう異民族を平らげていくんだと。霧島の山に降臨したんですか。うん。じゃあ天孫族なんですね。天孫なんですね。そうですそうです。はい。だから先ほどのどうも飛騨高山王朝とか白山王朝の言ってるスサノオと違うみたいだなと。はい。そういえばね、その宮下文書によると、この古い時代に高王って方がいらっしゃったらしいんですよ。はい。はい、その方が大ヒルメムジと対立してたんだけど、どうもその高王というのが後のスサノオと混同されてるんじゃないかなと。それでもちろん猿田彦王朝大分にいましたと。大分ですか。うん、多分大分であろうと思います。大分どこら辺ですか。あ、文豪大野ですか。分かんない、多分大分一帯。それでね、そのこれらのいろんな民族を総称して五色人と呼んだんですよ。うん、だから五色人って外国人のことじゃなくて、九州にごちゃごちゃおる、いる5つの民族のことだと。はい、でその5つの民族が大混乱繰り返した。おそらくこの紀元前900年っていうのは日本中大混乱の時期だと思います。それ先ほどの飛騨高山王朝も出雲王朝も含めて。はい、それで最終的に誰が制したかというと二人の御事なんですよ、うん、もちろん二人の御事もお膳立てされたところに君臨するだけの天皇として、まさに天皇として降りてくるんですけど、はい、まあ、お膳立てしたのは、まあ、武三一とかですね、うん、普通主とかいろいろ出てきますよな、あの頃よくわかんない神様が。多分その方たちが事実上統一して、で九州王朝が統一できましたんで、神様として二人をお迎えしたということですかね。はい。で、この人が農業に関する、そのノウハウを持ってきたんで、弥生時代がここからスタート、九州からスタートしますと。うん。弥生時代がですね。うん。じゃあ、二人はどっからやってきたんだという質問が出ると思うんですけど、これはね、はい、多分飛騨高山王朝の人は、いや飛騨高山王朝から下したんだと言ってます。うん、うん、分かりません。ここはもう後の研究に任せましょう。あるいは僕の考えでは、そのさっき紀元前1万年前に降りてきた地球外生命体、うん、もう一回ここで降りてきたかもしれないね。要するにその直前が大混乱してたんで、はい、もう一度要するに日本人たち文明というのに再発見せよと。うん。うん、分かんない。謎ですね。だから祖母さんに宇宙船が降りてさ、はい、科学技術をここでもう一回伝え直した可能性はあります。まあ、明らかにその天孫降臨というのが世界中の文明の発祥には関わってるんですよね。そう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 。みんな天から降りてきたという記述で。そう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 。
しかも1回じゃないし、例えばさっき言いましたスサノオは霧島に天孫降臨してるし、はい、いろんな神がいろんな地域に降臨してると思いますよ。すごいですね、降りて、うん、だからそのことを持ってみんな、いや天孫降臨ってうちの村のことじゃけんどのっていう話になってるわけですよ。近々またどっかに天孫降臨すれば分かるんですけどね。多分もうすぐ降りてくんじゃないのなんか大母船がこうガーッと。楽しみですね、そしたら。まずあれじゃないですか、津波でやられちゃいそうですけどね、掃除するのに。うん、うんでもうちょいなんでちょっとあと10分ほどいただいて最後まで行っちゃいましょうか。はい、お願いします。それでね、この二人が降臨した後、その後継ぎが海彦山彦だと言われてますけど、はいはい、おそらくこの海彦と山彦はですね、2つの王朝に分裂して対立してます。うん、まあいろいろ証拠あるんだけど、ここはちょっとさらりと流しましょう、はい、その海彦王朝からですね、カムヤマトユワリヒコという人が出てきて、はい、この人が、統制して今の奈良にヤマト王朝の基礎を作ります。うん、ただしこの人たちは後に出てくる神武天皇と違ってニギハヤヒを信仰してたのね。ニギハヤヒって聞いたことあるでしょ、イカルガ山に降りたという。はい、はい、だからニギハヤヒ信仰の初期ヤマト王朝とか解釈してください。うん、でこの日向王朝はニニギ信仰、はい、大和王朝としばらくの間両方同時に存在してたんですよ。うん、ところが多分おそらく大和王朝が滅ぼされてですね、音信不通になっちゃうんですよ。はい、でその大和王朝を滅ぼしたのが、うん、東北王朝、また新しい王朝出てきましたけどね、これもちゃもちゃしますね。あ、これを伝えてるのが津軽外三軍師という、はい、またもうとんでも義士だって攻撃されてるんだけど、僕はある程度その真理があると思うんですよ。はい、一言で言うとですね、今の津軽、青森県の津軽 の、 あの太宰治の生まれたあたりに13湖、はい、十三湖と読むのか、13って書いて湖ね、はい、あそこに東北王朝があったんだと。うん、でその東北王朝からその後に神武天皇と戦うことによる長曽根彦も出たんだと。うん、で長曽根彦って言ってないんだよね、阿鼻彦って言ってんだよね。名前が違いますね。うん、長曽根彦のお兄さんが阿鼻彦って言い方で、その人が逃げてきて、はい、東北王朝を作ったって言ってるんですけど、またこれもね、あり得るか、ごめんなさい、時間軸的に言うと、ここさっき言いましたそのこれ BC660 のところに岩利彦が統制して大和王朝の基礎を作るってありますよね。はい、この時にこの大和王朝の基礎を奈良に作ったんだけど、奈良それが消滅して東北に逃げた可能性ありますね。で東北王朝を作ったと。はい、それを伝えてるのが津軽外三軍氏。うん、ところが一方九州では依然としてその山彦の子孫が74代まで続いたわけです。これを伝えてるのが 上津文。海彦の子孫が山彦の子孫が74代。そう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 、そうです。山幸彦から始まったんですか、九州王朝は。宇賀谷吹合図。そうです、そうです。山幸彦が、即位して彦保保でみという天皇になりますよね。それが初代。初代じゃない、その息子が宇賀谷吹合図。はい、なんですか、宇賀谷吹合図から初代。初代、はい。あ、まあ息子と言われてるんだけど、僕はそこに何代もまだあると思いますよ。うん、そうですよね、そこら辺がちょっとあやふやというか。そう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 、おそらくね。でも宇賀谷吹合図のうちの何人かは大分に、都を拠点としてたと思います。はい、だから全部が全部大分に行ったわけじゃないけど、うん、まあ、大分を中心に発展した王朝だと言ってもいいと思います。はい、おいでね、ここでほら突然佐賀に吉野ヶ里遺跡って出てくるじゃないですか。はい、これ重要なんですよ。
今佐賀の吉野ヶ里遺跡さ、卑弥呼のふるさとだとかキャンペーンやってますよね。あ、でもここができたのどうも BC400 年から300年ぐらいの間らしいんですよ。弥生後期ですか。そうそうそう、後期、うん、弥生期もう最真っ只中中期ぐらい。そうそうそう、はい、もう平地の集落ですからね。なんか、うん、だから要するに BC200 年になると徐福がやってきますけど、はい、徐福がやってきた頃はすでに大都会だったということなんですよ。うん、だからこれもあの時代錯誤の典型的な例、はい、中国にの 書物に登場する邪馬台国の卑弥呼とは明らかに時代が違いますと、そこだけまあ覚えておいて、はい、うん、で紀元前200年になると今度徐福がですね、ハタシを連れて大量にやってくれきます。それで日本各地に定住し始めます。これはですね、徐福自身の子孫たちが書いた宮下文書に国名に書かれてますんで、はい、多分間違いないだと思います。でね、はい、最初佐賀に上陸するんですよ、はい、多分この吉野ヶ里遺跡が大都会として繁栄してたんでこの辺りやってくるんでしょうね、はい、それでその蓬莱山を探して、最初は阿蘇山が蓬莱山と思ったらしいんですよ、はい、だから阿蘇山神社って言ってます。彼ら蓬莱山と呼ばずに阿蘇山神社、はい、で最初は阿蘇山だと思ったんだけどどうも違うっていうのを気づいてですね、その後北九州今のカハルって土地がありますよね、田川のあたり、福岡県田川のあたりに、はい、カハルって土地があります。そこに徐福王国を建国します、はい、それでも飽き足らずさらに統制して、静岡県の清水って港町がありますよね、はい、あそこから上陸して富士山までたどり着いてついに見つけたと、これこそ蓬莱山だということで富士の北側にある河口湖畔に富士宮王朝という王朝を作って、まあ渡来人ですから日本人とは別に交流せずに勝手に王朝を名乗ってですね、そこにしばらくいたらしいんです、はい、ところがこれがこの勢力が後に日本の政治に大きな影響を及ぼすことになります。あえて書いておきますが BC200 年です。なぜこれが分かるかというと、これはもう中国からやってきたんで中国の古代にちゃんと書かれてるわけですね、はい、秦の始皇帝と同じ時代の人ですから、うん、これは BC200 年。それでやっと紀元元年になって古代ローマ帝国、すげえ新しいんですよ古代ローマ帝国、偉そうにしてますけど、ね、あ、紀元元年、そう、まあ2000年前ですもんね。そうそうそう、でやっとキリストが誕生しますよね、はい、逆に言うとこの頃までそのユダヤ人たちは古代ローマ帝国に奴隷として捕まってたんで、はい、ユダヤ人が日本人の祖先であるという説はよっぽど昔まで遡るかもっと後の話か、要するにどうやら神武天皇とは何も関係ないなというのはこの年表から分かると思います。はい、それで74代続いた宇賀谷吹江津王朝でしたが、多分私の推測で紀元後50年第73代宇賀谷吹江津の命、幼少名を日高さぬと言います、はい、さっきの人と違ってますよ。いい、最初に統制したのはですね、はい、これこれ神山と言われ彦という方です、はい、この人がおそらく第2代宇賀谷吹江津の命だと、うん、イコール祖先は海彦。海彦、うん、山彦の神父と呼ばれていた子孫と、うん、海彦の神父と呼ばれていた子孫がいるってことですか。そうですそうです。海彦族は大和王朝の基礎を作ります。山彦族は日向王朝の基礎を作ります。はい、うん、その神父というのはじゃあ襲名なんでしょうね、きっと称号というか。いや、というか誰のことを言ってるのか、まず神武の定義ははっきりしてない。みんな俺が神武で俺が神武でって言ってるだけなんですよ。あ、神武というのが神の武道の武なんで、うん、個人の特定の名前じゃなくて、うん、何かこう勲章みたいな与えられた戦闘に長けてる人がつけられるこう役職名みたいなもんなのかなと思うんですけど。その答えを、その答え、ここ
大陸から渡来した崇神天皇らが筑後川を流域をまず占領します、はい、でそこをベースに山手地方に進出します、うん、まあ強いて言えば崇神統制なんだけど、どうやらこのことが古事記日本書紀に書かれてる神武統制のにすり替わっちゃってるみたいなんですよ。あ、うん、だからもうここでほら神武天皇って誰か分かりました、分からなくなったでしょ。そうですね、そうそう、崇神天皇という説もあるし、うん、ね、徐福っていう説もあるし、はい、それからさ一番最初に統制したという湯割彦っていう説もあるし、はい、いやいや大分から統制した人はさぬですよっていう説もあるんですよ、うん、だから神武天皇の定義はっきりしないとさ、この議論は収まらないと思う。いろんな人がいろんな形で統制してます。はい。うん、いや、その AD250 年とか見て、神宮皇后、だから北九州でクーデターを起こしてですね、日向族の中愛天皇を滅ぼしてしまいます、はい。この人たちも統制してるんですよ、その下。おー。うん、これあの日本書紀詳細に読んでみてください。神宮皇后は多分高坂王だったかな、あの大和地方の豪族と戦うという名目で統制してます、はい、これで面白いことにですね、あの 日に向かって戦うと不利なのでぐるりと熊野に回って裏から攻めたみたいなこと書いてあるんですよ、はい、それ神武統制の逸話そのものじゃないか、はい、だからみんなが寄ってたがって、神武って私のこと、俺のことって言い合ってるんですよ。で、この神宮皇后の功績のうち最大のものはですね、はい、東に、奈良にいた崇神天皇と合体したんですよ。はい、それでこれを後の、今の学者は大和王政と、要するに王権連合だと呼んでます。はい、要するに天皇じゃないんですよ。外国人勢力が勝手に連合国を作っちゃったというだけで、今でいう、うん、あれですよね、GHQ が進駐しちゃったという話だと思いますよ、はい、うんうん。だから日本の天皇家で何にも関係ない。うん、ただし、この人たちの中から、あの方、後に大化の改新に出てくる天武天皇。天武天皇。うん、って方が、はい、出てきて、その人が古事記日本書紀を書いちゃうんで、どうもこの人たち中心、要するに GHQ 中心の日本史ができちゃうわけですよ。じゃあその前にいた小林吹雄は何なのとかいう話がですね、全部すっ飛んじゃってるわけです。まあかなり編集の時にですね、なんか手加えてるんですね、うんうん、もう分かんないとこはまとめちゃってるんですね。そうそうそう。それでね、横山さん、一番決定的なこと、はい、要するにやっとこの辺りから卑弥呼が登場するんですよ、はい、紀元後250年です、はい、あの魏志倭人伝とかさ、はい、なんだっけ、後漢書東夷伝とかに出てくる卑弥呼はこのくらいの人なんですよ、うん、ということは俺は神宮皇后と同一知ってんだけど、その前に出てきたさ、大昼目虫とかさ、はい、それから姫方姫とかいうのは明らかに時代異なりますよね、はい、うん、だからこの卑弥呼をアマテラスと同一視する方も時代錯誤、うんうん、まあ神宮皇后は自分で自分のことをアマテラスと呼びなさい、お呼びって言ったかもしれないですよ、はい、それほど気の強い女帝だったらしいんで、うんうん、だからおおすっげえ怖え女帝がいるということで中国人がびっくらこいて卑弥呼と姫巫女と呼んだかもしれません。その神宮皇后は中国人だったんじゃないですか。ね、これは宇佐神宮の宇佐家に伝わる伝承によると新羅の王族の娘ですって。新羅って韓国の王族。そう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 、うん、の王族の娘。はい。じゃあそれが日本の皇族にどうやって入ってきたんですか。だからクーデターを起こして倒しちゃったんですよ。中愛天皇を殺しちゃったんですよ。ああ、それでじゃあその天皇を乗っ取ったというか牛耳ったんですね。そうですそうです。あのね、全く血が違うってことですね。全然違います。だからあの大正時代までは神宮皇后は神宮天皇と呼ばれてたんです。第何代に数えられてたんですよ。はい。で大正天皇が下ろしちゃったの。いや天皇じゃないじゃないと、
ああ、そうなんですね。そうなんです。だから大正天皇は非常にまともな、まともって言ったら怒られます。大正天皇はその神宮皇后の末裔になるんですか？逆です。その話にすると長くなるんだけど、はい、おそらく神宮皇后の末裔が明治維新を起こしてるんです。ああ、そういうつながりになってくるんです。そうです、そうです。かなり近代史になってきますね。うん。だから明治政府は一番最初にお札刷った時のお札の肖像画は神宮皇后と竹内宿根ですよね。はい。うん。それから、その菅原道真の天満社復活させたり、おかしなことをいっぱい始めます。はい。要するに、大陸からやってきた崇神天皇ら、この一族、これの末裔が起こしてクーデターが明治維新だと考えられるんです。まあ、そこまで言い切っちゃうとさ、もう今も生きてる方多いんで、はい、多分結構やばい話になってくると思いますけど。あれはどうつながるんですか、西郷隆盛は。西郷隆盛こそ、はい、明治天皇に頼まれて、おそらく日本の政権を日本人に取り返してくれと。だから政府と戦ったんですね。うん、おそらく渡来人に乗っ取られた傀儡明治政府をぶっ潰してくれと明治天皇に頼まれて。だって西郷隆盛は二荷の命のお墓をこう背にして戦いましたよね。そう背にして末期になるとやってきますよね。あそこの日向の道の駅ハウなんとかハウマーっていうのは、なんだっけ、道の駅ありますよね、日向の。はい、はい、あの地下に佐藤熊四郎宅という家があって、そこの家に滞在してですね、はい、要するに敗戦処理みたいなことやるんですよ。うん、それでその時西郷隆盛が着てたのが陸軍大将の軍服なんですよ。はい、明治天皇に賜った日本に一着しかない。へ、はい、うん、ということはよ、当時の正規な陸軍大将は西郷隆盛だったってこと、少なくとも天皇が考える。はい、しかも天皇陛下は西郷隆盛に吉家の御紋章を与えてます。はい。ということは西郷隆盛こそ正規軍なんですよ。それは皇族の血を引いてたんですかね、血筋。西郷隆盛の祖先は菊池氏と申しまして、今の熊本県菊池郡。ああ、菊池の出なんですね。そうです、そうです。それで、上津海にはあそこにいた菊池彦という人たちのことが書いてあって、その祖先は田地家老の御事です。ああ、田地家老、うん、天の岩とこう押し上げた力持ち、西郷隆盛ってぴったりですね。そうです、そうです、うん、それでもっと面白いこと、この菊池彦、はい、一族は卑弥呼とも戦ってんだよね。もうなんかわけわかんなくなってきますね。ああ、うん、うん、ということはこの要するに大陸からやってきた第三の勢力、はい、このさっきもう一度言います、崇神天皇、景行天皇、神宮皇后、竹内宿根、応神天皇、はい、全員外国人です。外国人、竹内宿根も外国人。そうです、全員外国人なんだけど日本の朝廷にすごい影響力を持ち始めます。だからこのある時はその子孫たちが多分天武天皇はその人たちの子孫だと思います。だから正しい日向王朝の末裔である天智天皇、あ、ごめん、 大友の王子と戦ったんでしょうね。はい、光文天皇でした、光文天皇、うん、だからその皇族も一本縄じゃなくて、もう上になったり下になったりドロドロなんですよ。難しいですね、この年表を作っていくの。そう。じゃあ年表がきちんとできたらしたら、完全に被害被る人が出てきますよね。さっきのほら、実は私その神宮皇后の子孫なんですけどみたいな、はい、人たち必ず言いずるはずなんですよ。はい、うん、そうですね。でちなみにこの人たちが宇佐神宮を乗っ取って、宇佐神宮の御祭神を、は宇佐神宮に限らず八幡神社系の御祭神を自分たち神宮皇后と応神天皇全部塗り替えちゃいます。ああ、もともと宗像三女神だった宇佐神宮を神宮皇后と八幡神が入ったんですね。そうそう、
だから多分真ん中にあの姫狼としてその宗像三女神のうちの、はい、多分田栗姫だと思うんですけど、うん、その方残されてるんだと思いますよ。うん、うん、でないと多分たたりが来るから。そうですね。もともとだってで三女神を祀ってた神社にその三女神を一つにまとめて二つまた神宮五号と八幡神入れたっていうのものすごいことしますね。あ、そう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 。だからもう徹底的な宗教改革を行ってるんですよ神宮五号は。でね、その前じゃあ徐福の時代ではどうだったかというと、多分宇佐神宮が田栗姫、はい、それから今の、広島の安芸の宮島、厳島神社に祀られているのが一木島姫、はい、でもう一人いるよね、もう一人のお姫様何だったっけ、その人が、ま、え田吉姫、うん、その人が、ま、祀られているの、私の推測ですが、おそらく高知県の岡田って書いてあるんだけど、分かんないんですよ。今の今どこに当たるのか。高知。うん。あ、ごめん。住吉三氏と勘違いしてました。ごめんなさい。多分もう一人のお姫様が、はい、今の宗像大社に祀られてるんだよ。ああ、そういうことなんですか。そうそう。そうするとさ、狭い瀬戸内海ぐるっと三方からこう囲むことになるじゃないですか。そうですね。うん。それで。異民族入ってこないように守ってくれてるんですよ。ああ、すごい日本もその侵略されるね、かぶされた歴史がすごい多いから、うん、本当に複雑回帰になってますね。そう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 。でも多分徐福はね、はい、やってきたけど侵略はしてないんですよ。徐福はすごいなんか日本に肩入れしてるイメージありますね。肩入れっていうか多分日本人に同化しようと考えたんじゃないでしょうか。だから今でも、うん、あの畑さんって多いですよね。こうあんまりこう敵対視とか侵略をするっていう感じじゃなくて、うん、同化しようというふうに近づいたってこと。そうそうそう。要するにあの彼が持ってたのは神仙思想って今でいうスピリチュアルオタクなんですよね、うん、で日本にはそういうのもいっぱいあったんで嬉しくてしょうがなかったんじゃない。だから一生懸命勉強して、だから自分たちの持ってるもんも日本人に与えたし、うん、あの日本から多くを学んで、彼の持ってるその古文書のコレクションって膨大だったらしいんですよ。それはもう消え去ったというか焼けちゃったんですか。いや、それで、うん、いいこと聞きますね。あの富士河口湖にその古文書が全部保管されてたんだけど、富士山の大噴火、おそらく江戸時代の噴火で消失しちゃってですね、大半焼けたらしいんですよ。で、その残った一族が残った書物を持って神奈川県の寒川町にある寒川神社に移動したと思います。あ、そうなんですか。はい。だからあそこ寒川町だけ、あの神奈川県の中独立町村なの。あの寒川町だけで独立なのよ。周りの藤沢市とか相模原市とか一切関係ありません。へー。だからあの辺畑野市とか、ほら畑氏に関する伝説が多く残ってますよね。畑さんっていう人も多いですからね。うん。だからよっぽど優秀なスピリチュアル得意で科学技術にも優れた、うん、優秀な民族だったと思います。だからあの聖徳太子も非常に重用して畑の川勝って方を、はい、一の古文みたいに古き使ってるよね、うん、これでまたおかしな人たちが出て、聖徳太子こそ畑氏だって言うんだけどさ、違うって、書物ちゃんと読んでくださいと、もう古文にしちゃって古き使ってる様子が詳細に書かれてますんで、うん、それはどこに書かれてるんですか。大聖教、仙台九字本義大聖教の序論の中に書かれてます。はい、仙台九字本義ってどっからのスタートですか。あれは聖徳太子が作ろうって言い始めるんですよ。はい、うん、だからもうずっと後。聖徳太子だから何世紀かな、5世紀645年ぐらいですね。そう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 。あ、じゃあそんなに、うん、日本の、歴史
もう一回作り直すとごちゃごちゃじゃんって。だから私がここにすっぱ抜いたようにもうごちゃごちゃなんですよ、まさに。はい。だから綺麗に整理しようとして6人の編集委員集めるのね。はい。ところがね、もう意見が全然まとまらない。みんな、俺が部族の神様が一番じゃ。例えば、あの、もののめしはにぎはやし、にぎはやしって言い出すしさ。うん、いや、転送公認したのにぎはやしでしょ。にぎはやし来てない、来てないって言い出したわけです。うん、もう大混乱で、まとまらないうちに聖徳太子亡くなります、うん。で、後を継いで、それを完成、二人の方が完成させます。一人が、もののべの守屋。うん、その人が完成させたのが仙台九字本義ということで今流通している本ですね。はい。これに対してその推古天皇聖徳太子のおばさまって言われてるけど、まあいいや、おばさまにしておきましょう。はい。その推古天皇が自ら完成させたのが仙台九字本義、あ、ごめん、仙台九字本義というのは 今流の読み事であって、もともとはね、佐吉美代の古言文とか読んでたらしいんですよ。うん、佐吉美代の古言文だったと思います。そこに大成教とつけて、あの、要するにこれでやっと大成しましたという意味で大成教とつけたのが推古天皇が作った方。ところがね、これ江戸時代に大事件が起こって、この大成教の原点というものが出てきたんで、古本屋からね。はい。ところが偽物だ、とんでもないけしからんって言われて全部廃棄されます。また再び闇の中。なぜ大聖教やばいこと書かれてたかっていうと、今の伊勢神宮に伊沢宮事件と言いましてですね、はい、伊勢神宮の中にあるほんの小さなお宮、まあ伊沢宮というのがもともとの元宮だって書いてあるんだ、うん、そこには天照つくよみ、それから星神が祀られてるって言うんですよ。だから当時流行ってた伊勢神道とはえらい違いないんで、徳川幕府がこれを偽証と断定して弾圧するんですね。だから本物はまだ出てないと思います。だからそういうのもあってさ、本当の歴史が本当に分かんなくなっちゃってるんですよ。そうですね、うん、調べれば調べるほど混乱してきますね。そうこれで世の中に、ね、流通して皆さんが買って読めるようなものは偽証ばっかしだと思ってくださいよ。そうですね、うん、誰かが意図的にルフされてるフェイクニュースがだけが安心して買えるって感じ。いや、謎は深まりばかりですね。永遠の謎ですね、それは。うん、だからね、昔の人は文字に残さなかったんですよ。あ、だから冷え田があれもそうなんだけど、はい、もうちゃんとしたその記憶力を持った人がちゃんと暗記して口伝ですね、そう、一子相伝で伝えてたんですよ。だからそれが古代では雨の小屋の御事の子孫たち。あ、うん、だから雨の、うん、雨の小屋に聞けばすぐ分かったわけ。あの、二人の御事って一体誰って聞けば、いや、それはこういう神様で。あ、それをちょっとまたおかしくさせたのが、うん、竹野内宿根ですか。いや、竹野内宿根は多分本物の竹内宿根はまともな人、まともっていうかちゃんとした歴史を口頭で伝えてたと思いますよ。本物っていうのは、それは本物は日本人ではなくて、いや、おそらく日本人から始まって途中でその大陸の方の人たちがそれをまた牛耳ったとかすり替わったっていう感じですか。うん、そうです、そうです。そもそも竹内宿根の書きは断絶してますよねだってあの睦泰さんが言ってましたよ、そういうふうに、はい、あの断絶したので、あそこの家、何家って言ったかな、四季家じゃなくて、何家だったか、私は竹内家の ではないが、その家が後を継ぐことになったと言ってましたよ。だから正統竹内家っていなくなってる可能性高いです。どこに渡来人である第何代竹内宿根か分かんないけど、なんか偽物まで混じってきちゃってごちゃごちゃになってるわけですよね。あ、そっちの方もごちゃごちゃになっちゃったんですね。うん、だから藤原氏もごちゃごちゃですよね。うん、藤原氏も多分中富の鎌足りあたりからどうも渡来人の血が入ってんじゃないのと言われてますよね。発末体もね、なんかちょっと偏ってる感じがすごいするんですよね。
というか俺も仏滅斎詳細に読んだけど、そんなに議論とするほどね詳しく書かれてないんですよ。なんかほにゃららほにゃららって五七五の歌でこう綴られてて、だって江戸時代ぐらいに出てきたやつですよね、はっきりと何が書かれてるか分かんないんですよ。それをいちいち科学的に、いやこれは何々天皇のことであるとかいう後の人が解釈付け加えてるんで、本当にそうかどうか分かんないですよ。まあ藤島さんは発末体反対派ですもんね。いや詳しく読んで、読んだ結果前半部分はホニャララってほとんどもう歌に類するようなもので歴史的に記述は参考にできる部分がないと、逆に講談は景行天皇のことがものすごい詳しく書かれてて、これ明らかに多分太田忠猫、太田忠猫、今わざと言ったんだよ。本当はね太田忠猫って言われてるけど、王の忠猫というのが正式な読み方じゃないかって最近言われてましたんですけど、要するに王の安丸の子孫ですよ。はい、それがどうも書き直している可能性が高いです。この人たち藤原の不比と名乗ったとしてもおかしくないなと、みんな記録係なんだもん、歴史記述係、はい、そういう意味じゃ徐福の祖先も歴史記述係ですよね。だからその上津海を書いたあの大友義直公は日本国内で古代からの歴史記述の神様を探したんですよ。それが得たた劣ったの神ということが分かって、はい、本人は直接会って聞いたんですよ。私たちの理解している歴史は正しいんでしょうかと、というのは当時ほら口頭で伝えてたから、はい、聞かないと分かんなかったらしいです。書物文字になってないから、だって聖書ですらこう何度も書き換えてるうちになんか間違ったりとか改変されたりっていうのが繰り返されてますからね。いや僕ね実は学生時代聖書にも興味を持ってね、まあ新約聖書の方はあらかた読んだんですけど、はい、大したこと書いてないんですよ。歴史の参考になるようなことはほとんど書かれてなくて、かなり編集してはしょられてる部分も多いって言いますよね。というかもうほとんどキリストがここで、何人の何人に対して何と言ったとかさ、何を恵んでもらったとかさ、そういうどうでもいいことが書かれてる。ちょっと怒られますけどね、キリスト教の。だって聖書のやつだって、シュメール文明の石版をやっぱりちょっと参考にいろいろ話を取ってきてるって言いますよね。多分ね中東の歴史は一枚岩だったと思いますよ、シュメール発祥の。後からアラブ人とユダヤ人の対立っていうのが発生してきてさ、まあアラブ人の中にもそのモハメッド、はい、信じる神とかいろいろややこしいことになっちゃってるんだけど、元はシュメールだと思いますよ。そうですね、でそのシュメールは日本から行ってるっていう。どうでしょう、俺アラビア、サウジアラビアに2年間駐在員として行ってたんだけど。ああサウジアラビアに2年間住んでたんですか。はい、日本人とは似て非なる民族だよね、アラビア人。シュメール人っていうのは、松江が サウジアラビア人とはまた違うみたいですよね。あ、そうなの。俺あの辺に今住んでる、アラビア人またはユダヤ人の祖先かと思ったけど、どうかな、ちょっと違うと思いますけどね。まあ日本人の祖先だとしたらもうわざわざシュメールまで行く必要ないじゃん、日本で頑張ればいいのにさ。まあ何かがあったんでしょうね。まあ地球のグリッドで結ぶためにも何か必要な場所だったのかもしれないですし。あ、それでね最近あの古代史研究会のメンバーの方で、はい、そのムー大陸のあった場所についてこう 、はい、地図でなんか記事書かれてた人がいたんだけど、女性の方の、はい、いやあの地図面白い、要するにムー大陸の場所ちょっと出してみましょうか、はい、Google マップで。それはどういうふうに場所を
出したんですか。一言で言うと小笠原諸島、はい、あの辺ほら今海の底沈んじゃってるじゃないですか、はい、でもその海底にその細長いまさに竜みたいな、なんていうのかな、山脈みたいなのがざっと続いてるでしょ、はい、そこだっちゅうんですよ。なぜそこだっていうんですかね、うん、わかんないそれこそ、うん、あれだよな、そういうスピリチュアルのメッセージを受け取る人が多いんで、あんまり根拠がない。あ、出せる？そっちで Google マップ。Google マップ。Google Earth。うん、Google Earth で小笠原諸島あたりをちょっと出してみてほしいです。はい。Google Earth。はい。そうすると私のさっき言ってたあの年表ともつながってきますんで。あ、そのムーのですね。うん。はいはい。ほら、あ、そのままでいい。ちょっとストップストップ。はい、ほら、この日本列島の下に下の、これですね。ベラネで、これこれ。これがムー大陸の痕跡だっちゅうんですよ。これがですか。はい。なぜこれが痕跡になるんですかね。うん、わかんないけどね。この間 NHK ですごい番組やってて、これプレートですよね。そうそうそう、プレートの境界線ね。境界線。プレートがムー大陸の痕跡。いや、違う違う。こっちが、その右側が太平洋プレートですよね。はい。左側がフィリピンプレートですよね。はい。それがぶつかってここ山脈になってるんですよ。ああ、はいはい。うん。ところがね、日本列島ももともとは2つの島だったっていうんですよ。ああ、ここで割れてですね。はいはい、ここのフォッサマグナっていうの走ってますよね。はい。ここからバッキッと割れて、はい。2個の島がこの中国大陸にくっついてたのが、はい。こうプレートに引っ張られてバキッとこう引き剥がされて、はい。弓形にこうバリッと引き剥がされて2つの島に割れたのが、再び押されてくっついて今の1つの列島になったっていうんですよ。離れてまたくっついたんですか？そう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 。また離れる可能性もありますね。うん。その境界線がそのフォッサマグナ、ここですね。うん、糸魚川、はい、あたりですよね。昨日ちょうど吉野先生の講演会でもそれ話してました。うんうん、そうそう、うん、その辺から黒曜石が取れるからどうのこうのっていうお話があって、はい、多分ねそこが飛騨王朝と呼ばれる王朝の本拠地ですよ。要するにやっとここで東日本と西日本がつながったので、その中心に位置するということは両方統括するという意味合いもあるわけね。はい。あ、まあそれはちょっと話は飛んだんだけど、そのムー大陸がもしもこのベラの部分だとしたら、はい、十分あり得るよね。こっから来た文明は世界のどこにも寄らず日本だけに来ちゃったということはありますよね。そうですね。うん。あとレムリアというのがよくわかんないんだよ。レムリア、カタカムナ的に言霊で読み解くと、うん、ムーっていうのにくっついてたっていうんですよ、レムリアは。うん、同じ大陸で、うんうんうん。じゃあその北の方がムーで下の方がレムリアかもしれないな。だからなんかこっちの今の太平洋の海が、うん、ムー大陸でっかいのあって、うん、こっちが海だったとか、だから陸と海が反転してるみたいな。うん、いや、そこまでいかないと思う。そこまでいかないですかね。うん、というのは、僕、大陸移動説っていうのは、ほら、核が、地殻がこう、ね、はい、マントの上漂ってどんどん移動してるんだという説ですよね。俺は地球が膨張してるんだと思うんだけど。あ、要するに、なんちゅうの、わかりますよね。周りにある硬い殻が地球がどんどん大きくなることによって、はい、お互いに離れていって、うんうんうん、この隙間が海になったんじゃないかと思うんだけど。それもありえますね。うん。だからマントル対流でどんどん押しやられてるって、うん、と思うけどな。そんな対流しながら球体を維持するようなことが物理的に可能なのかな。うん、
じゃあ、まあ、ムーは、まあ、ここら辺ということですよね。うん。大概みんな太平洋って言いますからね。そうそうそう。それでですね、あ、うん、これこれ、そのアリューシャン列島の方にもう一つ、こう、あれがあるじゃないですか。こっちですか？それ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 。はい。ここにね、天皇海嶺。そうそう。天皇海嶺って名前がついてるっていうお話、ご存知でしょうか？藤島さん、ブログに書いてましたよね。そう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 。はい、アメリカが命名したんだけど、はい、あ、こっちがレムリアって可能性もありますよね。こっちがレムリアっていう可能性も考えられるんですか。うん、うん、そうするとこのレムリアからやってきた人たちが NQB の遺伝子持ってた、はい、ムー大陸からやってきた人たちが M7A の遺伝子持ってた、うん、2つの島が沈むことによって2つの民族が日本で合流したと考えることもできますよね。ありますね。ここに島があったとしたら、やっぱ一番行きやすいのはこっちですよね。日本ですよね。そう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 。しかも、あの、別のテレビでやってました。このほら、このなんだ、日本列島からアラスカに渡ってこうザーッと紐みたいに繋がってるでしょ。はい。ここはあのケルプストリートとか言って、海藻を伝って、その小舟でも渡れるんですって。海藻を伝って、うん、あのケルプというなんていうのかな、海底からザーッと何十メートルもあの生えてる草があるんですよ。はい。それラッコたちが食べてるんだけど、はい。それを伝っていけば小舟でも渡れると。へえー。うん。そう、それは初めて聞きましたね。うん。だからそのケルプを使ってですね、はい、あの小舟に乗った縄文人たちがガーッとアメリカ大陸を渡った可能性ありますよね。でもそれよりもこの NQB の本拠地が分かんないんだけど、多分ここなんじゃない、その天皇海嶺って言われてる。あ、はいはい、まあ、ここら辺から何か、まあでもあれですよね、深いんですよね。いや、違う、この白く見えてるとか山ですよ、海底の山。海底の山ですか。うん。なんかこういう海底の遺跡を探索できるようになったら、いろいろもっと分かると思うんですけどね。そう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 。それで、その、山脈がハワイまでつながってるでしょ。はい。ハワイからは、その、巨石文明出てるんですよ。いや、ハワイとかこのイースター島の方は、すごいみたいですよね。あ、イースター島ってどこだ。あ、ハワイこっちですよね。うんうん、イースター島も、南東の方にあったと思うんで。うんうんうん。ここら辺の。あの、モアイがあるところですよ。はいはいはい。ああ、はいはいはい。例の。だったら もっとこれ南アメリカの方じゃないか。あ、こんなこっちですか。うん。俺は南アメリカの沖合って理解してたけど。遠いですね。あ、こっちで探せばいいんだ。うんうん。あ、宮崎県になっちゃった。イースター島ですよね。うん。吉野さんはどういうお話されてたんですか。いや、そのシュメール文明とレプテリアンの話なんですけども、うんうん、そのレプテリアンっていうのがさっきグラハム・ハンコックも参考にしていたゼチリア・シッチンっていう人が、うんうん、あのシュメールの石板のくさび型文字を読み解いて、うん、ニビルとかアヌンナキとかレプテリアンをこう仮定して話を作っていったんですけども、うんうん、やっぱりその西洋人的な読み解きなんですね、うんうんうん、石板の読み解き方が、はいはいはい、石板の原本っていうのが分かんないんですけど、うん、まあ、ちょっとその分かってる中でのレプテリアンとかアヌンナヒとか、まあ、そういう言霊を見て、うん、言霊的に解析したらやっぱ西洋人の言ってる都市伝説とか陰謀論のレプテリアンと違う側面のレプテリアンっていうのが見えてきて、うんうん、で日本人の由来っていうのがまさにそこにあるっていうところが分かっていったっていう感じですね、うんうんうん、
なるほど。ワニ族とか。前段は第三世なんだけど、はい、俺多分そこから生まれたのが西洋人だしと思ってるんだけどね。ああ、そこから発生して西洋人とか生まれたっていう。うん。うん、まあ、全ての人類の元っていうのがやっぱ日本人につながってくる感じなんですよね。ずっと古代遡ると。うん。うん。まあ、宇宙人が介入してくるとまた全然話が変わってくるんですけど。うん。それがこう一種混合してどん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 こう多様化していったっていう。いやでもね、宇宙人が残している唯一の証拠が、はい、ギザのピラミッドなんですよ。ああ、ギザのピラミッドが宇宙人、まあそれも宇宙人飛来説っていうのは結構西洋人の人が好きで、うん、あ、文明の建設とかそういう巨石文明っていうのが宇宙人の宇宙人飛行説からこう来てるんですよ、うんうん、だから結構宇宙人っていうのは西洋的な見解が多くて、うんうんうん、またちょっと日本の古代文明遡っていくとちょっとまた宇宙人とは少し違ったところにまた見えてくるところもあるんですけど、まあそういう意味じゃ海底人かもね、日本人の祖先。ああ、そうですね、リュウグウですからね、うん、イラ呼吸もできていたみたいで、うん、まあ、ということでちょっとまた、はいはい、まあ、今日結構1時間半近く行きましたので、うんうんうん、だから最後にもう一回ちょっと強調させていただきたいんですが、はい、いろんな理論を唱えるのはもう各自ね自由でよろしいんですが、はい、一体いつ頃のことっていうのをちょっと念頭に入れてほしいんですよね、うんうん、それが明らかになるとだいぶ事情が違ってくると思うんですよね。結構古代史でこういろいろ見てると時系列がごっちゃごちゃだったりなんかそういう矛盾点多いんですよね。そうなんですよ。特にあのアマテラス大神はもう全時代を通じてオールマイティなんで。そうですね。うん、な何万年にもわたって信仰され続けてるんじゃないかと思うんですよね。その中で議論をしてても着地点絶対に出ないですもんね。そうそうそう。だからいつの時代のアマテラスというのをちょっと念頭に入れていただいて、はい、そういう意味で私の先ほどお見せした表は仮定に過ぎないけど、はい、まあ一つのヒントになるあれをベースに、そうですね、あれをベースに皆さんがもっと精度を上げていってほしいなと、うん、あれが骨格になってこういろいろ解析していると軸ができて、うんうん、すごいまた分かりやすくなって、そういう意味であの表あの皆さんに配布していただいても構いませんよ。ああ、ありがとうございます、はい、なんかデータあるんですか。うん、あの今 Excel で作った表ありますんで、はい、お送りしましょうか。はい、じゃあお願いします。はい、じゃあということで、はい、今日はその古代史の年表の後編ということで、話をお伺いしました。はい、じゃあ今日もありがとうございました。どうもありがとうございました。はい、お疲れ様でした。